どうもお疲れ様です地味ですよねとにかく地味でそのギャップが、まあ、まさにその仕組みなんじゃないですかなんか瞬間的に何かね素晴らしい力が手に入るに違いないと思って始めて見るんだけどもやること一個一個は今までやってきたこととは別の道のまた地味さというねコツコツなんですよそのエフェクスにしたって夢のようにお金が稼げる ような部分はありますけども実際基礎用語とか基礎概念を覚えるのはむちゃくちゃ地味なんですよねしかも半年がかりとか1年がかりなんですよその上にその上にテクニカルっていう理論を地味に積み上げていってしかもそのテクニカルを7年目の私も未だにね試しながらやってるわけですよで確かに確率が高いな確,確率がこうやって低いなとかねで、えー、相場の方でドカーンと別なことがねいきなり変なことが起きたら ファンンダメンタルって予測不能なことが入り込んできたりとかねなんかどっかの銀行が破綻したとかそんな予告はないですからね銀行が破綻する予告とか予定っていうのはこれもテクニカル外のことがたまに起きるんでだから資金管理がすごく大事だったりロスカットをきちんとね守っていくことが大事だったりそれから資金をね全振りしないことですねレバレッジなんてもう本当にとんでもないっていうかその FX の初心者っていうかよく分かってない方でレバレッジ何倍ですかって聞いてる人がいるんですけどそれは全く分かってないなと思いますよね レレバレッジそもそもかける必要がないだろうと。レバレッジっていうのは資金のないっていうことをまあ明らかにしてるようなもんで、うん、スキルがないうちはレバレッジなんでかけちゃダメすし、スキルが高まってきたらレバレッジかける必要がないしっていうことで、結局レバレッジなんて別にいらないってことになっちゃうんですよね。まあ、一部のちょっとね、プロトレーダーの方とか、特殊な方だけなんですよ、ね、あれはね。だからレバレッジが国内で規制されて25倍になったからって痛くもかゆくもないですよ。ずっと1倍なんで。うん、まあれれれば慣れるほど レレバッジにもう興味がなくなくくっっててるいうかねそれからなんか考えてたのとは別ですよ移動平均線とか雲とかなんとかゴールデンプライスゾーンとかねなんかわけのわかんない言葉ありますけど全然いらないじゃんとかインジケーター全然いらないじゃんそもそも新しいインジケーターって編み出す必要がないとそんなものがない時代だってちゃんと勝敗は明確に分かれてましたからねうんだから進化したインジケーターっていうのは結局自分も進化しないといけないし その他の概念も当たり前のように入ってないといけないんで結局難易度上がって元のもくらみってことだと思うんですよ基礎に忠実にやることですかね、まあ、それからあの昔会社でいろいろやってましたけども何人束になっても同じですよね稼げない人がいくら集まってもで稼げる人が集まるっていうのはものすごい力を生むようですけども別に他者がいなくても稼げるんだったら集まる必要がないしっていうこれもだからあの考えてるロジックとは逆ですよね みんなで集まれば、なんかいいアイデアが出るかもしれないって言から、みんなが集まっただけでいいアイデアなんて出ないと。それこそバカなアイデアをそれいけるかもしれないっていうふうに同調する人が集まってね、泥沼に守るだけで、普通の考えの向こうには普通の結果しかないですから。じゃあ今の日本の普通って言ったら、うん、ワーキングプアでしょう。うん、だからあんまり普通に依存しない方がいいかなと。普通が大事なこともあるけども、そうじゃない飛び道具をちゃんと持ってないといけないし、コツコツ積み上げるときは普通なんだけども、出る結果は普通じゃないみたいに。 していいいいかかないといけなとけですからねやっぱりこう違いをもたらす違いっていうのかな、うん、理由を考える理由っていうのかね、まあ、そういうのが全てなんかそのとんじのように折り重なって今日の結果につながってるかなと少なくともたった一人で1億円この道は一人でネットビジネスをやる広告も使わないこれが一番早いんじゃないかなと思いますいらっしゃい